おはようございます。ここは博多ふ頭ですね。ここから五島とか壱岐とか対馬に行くフェリーが出ていますが、今日は僕は壱岐に行きます。なんちゃって。はい、つまらん冗談はさておき、壱岐の島に向かいます。壱岐の島は九州佐賀の東松浦半島と対馬の間に浮かぶ島です。東松浦半島からの距離は約20キロ。壱岐の島を拡大してみると、最高峰の竹の辻でも標高212メートルで、全体的に高低差が少ないことがわかります。これは島全体が玄武岩の溶岩台地になっているためです。地質図の紫色と青色が玄武岩ですが、島のほとんどが玄武岩で、一部に堆積岩と流紋岩が見られます。実は壱岐の島は土台が堆積岩で、その上に流紋岩と玄武岩が噴火してきたという成り立ちなのですが、詳しくは現地で地層を見ながらご説明します。さて、今回は玄界灘に浮かぶ壱岐の島、地理と地形の魅力をバイクで探ってきました。本当に面白い島でしたよ。最後までぜひご覧ください。では早速壱岐の島に向かいたいと思います。壱岐の島は長崎県に属していますが、福岡県の博多港と佐賀県の唐津港とのフェリー航路があり、長崎県からの航路は存在しません。ということで、博多港からフェリーに乗るため、博多ふ頭のフェリーターミナルへ向かいます。まあ壱岐に行けるかわからないんですけどね、フェリーが予約できないんですよ。で、10時発のフェリーがあって、今9時9分なんですけど、9時からフェリーのチケットの売り出しが始まるんですね。僕はまた寝坊しましてね、今9時10分です。まあ、10分ぐらいだったらあるんじゃないですか。天気悪いしね。でも一昨日電話で問い合わせたら、すぐ売り切れるからね、1時間前に来てねって言ってましたけどね。さあどうなんでしょう、その電話のお姉さんが正しいのか。博多ポートタワーが見えて、そこがフェリーターミナルです。なんかでも人多そうな気がするな。ちょっととりあえず仮でここに止めさせてもらえますか。残念ながら乗れませんでしたので、ご視聴ありがとうございました。というのは冗談でね、夜の便に乗ろうかなと思いますんで、まあ夜のね、12時発の便があるんですよね。12時5分発だっけ。その便に乗ったら、一気に着くのが夜というか朝というか、2時に着くんですね。2時半だっけ。さあ、それ着いてどうすんのって話なんですよね。真っ暗ですからね。おはようございます。結局ね、朝にしました。というのも、昨日の夜の便で行くと、まあ、早朝の2時に着いて、そこから休憩できる場所もないらしいので、まあ行ってもしょうがないですからね。ということで、翌朝の便で壱岐の島に向かうことにしましたが、博多発の始発便は10時発、12時20分、郷ノ浦港着になります。唐津東港の始発便は8時40分発、10時25分、引導寺港着なので、こちらの方が約2時間早く行動できます。博多発の便よりは人気がないでしょうから、おそらく間違いなく乗れると思いますが、乗船券発売開始の7時40分に唐津のフェリーターミナルに着けるように早起きしました。まあ真夜中に壱岐に到着するよりは、こちらの方が現実的ですよね。早く壱岐に到着したいという方は、こちらのルートの方がおすすめだと思います。あったあった、フェリー発着所って書いてあります。ただいまの時刻は7時34分。さあ乗れるかな。エメラルドカラツ、あれに乗るんですかね。この辺に止めとけってことかな。ありがとうございます。じゃあバイクはいないってことかな。よかった。では早速唐津東港のターミナルで乗船手続きをしましょう。申し込み書に記入をして、チケット売り場で引導寺港行きのチケットを購入します。2等の旅客運賃が1840円、 750cc 未満の二輪車は2510円、合計で4350円です。無事に購入できました。普通に乗る人はこれでタラップで乗れるんですね。タラップじゃないな、なんていうのこれ。ボーディングブリッジですか。乗っていけるんですね。これエメラルドカラツは福岡なんですね、船籍は。出港のだいたい20分前に一番最初にバイクが乗り込みます。バイクは僕ともう一人だけだったので、唐津東港から乗る方が余裕を持って乗れると思います。まあもし唐津まで来て乗れなかったら辛いんですけどね。では早速客室に入っていきましょう。こっから上がっていくんだ。おーいいですね。さて朝8時40分定刻になりましたので、唐津東港から壱岐の引導寺港に向けて出港します。さて出港しましたね。
これから壱岐に行きます。お待たせしました。おはようございます。本日は壱岐終点隅田川高速道路に停車して浜田に挨拶します。本線ただいま壱岐の安全と保険にご参加します。壱岐新幹線は順次水中モードの入口を入れられます。あれが壱岐ですね。壱岐の島です。すごい平坦な、ね、島なんですね。天気悪いですね。雨がポツポツ降ってますよ。まあいつものことです。まもなく引導事項に接岸しますので、車両後半に戻って下船の準備をします。壱岐の島に上陸です。どうかな、ここで上陸かな。ここで上陸ですね。上陸、まあ無事上陸しましたね。壱岐の島に引導事項ですね。旧石田町です。昔壱岐は4つ町があったんですよね。その中の一つです。郷の浦と勝本と、あとなんだっけ、足部かと、ここの石田ですね。さてさて、じゃあまずは遺跡を見に行きましょうか。昔から壱岐には人が住んでいた痕跡があって、遺跡があるんですね。まあ一応その遺跡を見に行きましょうか。結構でも町ですよね、この引導寺はね。結構都会ですよね。さて、壱岐の地形はこんな感じで、まあ高い山はないんですよね。まあずっとうねうねとこう溶岩が台地を作ってるんですね。で、壱岐の特徴は何といってもこの三居村です。三居村って何って話ですけど、家がね密集はしてないんですね。例えばこの道沿いに家がいっぱいあるとかいうことはあんまりなくって、家がポツポツあるんですね。こうやって家がポツポツあることを三居村と言います。で、三居村にああやって屋敷森といって、家の周りにねああやって木がありますけど、冬の季節風を防ぐためにああやって屋敷森があります。あ、これだっけ、これがあの遺跡かな。多分そうですね、遺跡。ちょっとその遺跡を見に行きましょうか。公園順路こっちと書いてあるので、こっちに行ってみましょう。こちらが遺跡で、あれが確か壱岐で一番高い山じゃないですかね。なんだっけ、竹の辻ですっけ。一番高い山であれですからね。まあこの通り平坦な土地が広がってるんですね。まあ溶岩台地ですね。巨大な溶岩台地が、こうやって平坦な地形を作ってるわけです。だから昔から人が住みやすかったんでしょうね、この地形ですから。で、ここが春の辻遺跡ですね。転落防止のため立ち入り禁止って書いてありますけど、あれか、縦穴式住居ですね。こんな掘ってあったんですね。でもこれ見てみると結構すごいですね。これ天然の木をそのまま使ってるんですかね。すごい、なんかうねうねの木を使ってあります。結構リアルに作ってあるのかな。製材されたものを使ってるわけじゃないんですね。これは高床式倉庫ですかね。高床式倉庫という認識で合ってるのかちょっと分かんないですけど、なんだこれ、交易の蔵、外国と九州本土との交易品などを納める蔵。板状鉄粉、鉄の原料や絹、薬草などがある。なるほど、ここはそうですね、外国と九州本土のちょうど間ですから、交易品をここに納めてたんですね。これいつの話？弥生時代とかですかね。これは物見櫓でしょうね。結構これはなんか製材された丸太を使ってます。あんまり高くないですね。3階分ぐらいですか。でもなんかなんとなくこう、昔のね、光景が想像つきますね、これ。これは普通に穀物の倉庫ですね。穀倉って書いてあります。収穫された米や麦などを入れる蔵、中心域の暮らしに使うと書いてあります。これ登っていいのかな、まあ、ダメとも書かれてないしね。で、こういうのを使って登ったんですね、はしごみたいなの。まあこういう蔵があるんですが、確かね、吉野ヶ里でも見ましたけど、これなんていうか知ってます？これネズミ返しですね。要はこう下のこう柱の下からこうネズミさんが上がってきても、ここでネズミが登れなくなって穀物が守られるというわけですね。ちなみにこの建設中のやつ、これは使節団の蔵って書いてありますね。迎賓の建物に滞在する使節団の、お皿のための蔵、
外国から携えてきたものなどを納めると書いてあります。こっちにはネズミ返しがないんですね。まあ食べ物じゃないから一家ってことですかね。ところでさっきのこの交易の蔵ですけどね、ここにもネズミ返しはないんですね。まあこれも薬草とかだから一家って話ですかね。中どうなってるのかな。あー、こっちは中はすごいシンプルですね。へえ、あ、こんな風になってるんだ。へえ、なんだこれなんだこれ。あ、もう見ちゃいけないものを見てるかな。まあ、こんな感じです。では今日は、これ僕が書いた地図ですけどね、壱岐島の東側から回っていきましょうかね。まずはこのビーチロックはね、ちょっとあんままともに見れないと思うので、柱状節理ですかね、左京花か、左京花に行こうと思います。おー、雨が降ってきました。いつものことですけどね、麦焼酎壱岐の花。へえ、ここで麦焼酎作ってるんですね。へえ、右方向です。あ、ここか、左京花右と書いてある。腹ほげ地蔵って何ですかね。腹がほげてる地蔵。これほげてるって方言なんですかね。ほげてるって、あの、穴が開いてるっていうことをほげるって言いますけど、なんか九州の方言のような気がするんですよね。まあ腹がほげてるお地蔵さんがあるんでしょう。おー、すごいすごい。あれね、真ん中にこう、これこうやって湾があるんですけど、真ん中に島があるんですね。あの島が青島っていう島なんですけど、あそこになんと九州電力の壱岐発電所があります。だから多分あんまり一般の人は行けないのかな、青島。あそこに煙突が立ってますけどね、あれ火力発電所だと思います。おー、海ですよ。あー、いいとこですね、ここ牡蠣ハウス。まあ当然壱岐ですから海産物が美味しいんでしょうが、僕は全然海産物に興味がないので、何食べようかな昼ご飯。でも多分昼ご飯食べに行ったらどこも多分ほらほら海鮮海鮮なんでしょうけどね。なんで海鮮食べないのみたいな感じになるでしょうね。お、青島に渡る橋がありますね。ちょっとあれ一丁渡ってみますか。渡ってどうなるのか知らないですけど、天気悪いな。あー、そこには砂州ができてますね。砂州、あー、砂州だ。で正面には壱岐発電所ですね。この辺は砂が溜まりやすくなってるんでしょうね。こう砂州が伸びてきています。そのうちここ陸系統になるんじゃないですか。駐車場、お、バイクって書いてある。バイクはここに止めろということか。あっちは立ち入り禁止って書いてある。まあそうですよね、発電所だから。まあそこにバイクを止めたんですが、こっちに青島神社っていうのがありますね。ちっちゃい神社があって、その下にちょっと謎なんですが、なんでこれ農林省なんでしょうね、ここ。まあ農林省の管轄みたいですよ、ここ。防砂林なのかな？松が植わってますけどね。狛犬がまたなんか、可愛いですね。なんかこれ、犬というかなんというか、獅子ですね。あ、これはちゃんと、あ、うんになってますね。こっちはうん、うんってなってますね。なんかえらい可愛らしいですね、これ。これなんか巨大な貝の、なんか、モニュメントか。これ本物の貝なのかな、これ。これ本物これ。これ成長した後でしょ、これ多分。すごいな。青島神社ですって。ここ面白いですね。青島公園と書いてあります。誰もいません。これ何があるのかって話なんですけどね、その赤島が見られたらいいなと思って来てるだけなんですよ。ここが青島で、でその向こうに赤島っていう島があるんですね。でそちらにはビーチなんだっけ、ビーチロックというね、炭酸カルシウムですね、貝殻とかサンゴ礁とかが、セメント化したものがあるんですね。それをビーチロックと言うんですけど、多分近寄れないと思うんですよね。この向こうぐらいに赤島という島があるんですよ。こっちが青島で、そっちが赤島なんですね。まあそれで景色が見られるかよくわからず、この道をずっと歩いていってるんですけど、あ、展望台があるな。展望台があったと思ったら、これ立ち入り禁止になってますね。これ登りたいな。立ち入り禁止です。残念。いや、あの、見たいのはね、こっちの方なんですけどね。一応ここに東屋があるんですけど、もう誰も長いこと人来てないんでしょうね、ここね。人の手入れが行き届かないとこうなるんですね。
で、なんで君はここにいるの？コアラくん。なんかすごいですね。なんだこれ。フラワーガーデンっていうのがありました。で、あの向こうに見えるのが赤島なんですね。多分見えないんじゃないかな。ね、こんな感じです。あれが赤島なんですが。まあいいや、はい、諦めます。いや、いかんいかん。なんかよくわからんところで時間を潰してしまいましたが、これが青島ですね。青島も玄武岩の島です。多分これ玄武岩、この島のね、玄武岩が置いてあるんじゃないかなと思いますけど、こういう黒い岩があるわけですね。玄武岩です。では青島でした。なかなかこう不思議な島ですね、ここは。ほら、さすが伸びてますよね。さすがね、潮が引いてきたかな。さっきあれ島だった気がするけど、天気がいいやら悪いやらですけど、ここもまた不思議な神社ですね。これは陸系統ですね。腹ほげ地蔵左京花、直進と書いてあるので直進します。さて、この八幡半島の先端の左京花へ行く前に、手前にある腹ほげ地蔵を見に行こうと思います。腹ほげ地蔵の近くに食堂腹ほげというお店があるので、そこでお昼ご飯を食べます。寄り道ばっかりで申し訳ないんですが、看板を見かけると気になってしまいますからね。ということで、腹ほげ食堂ですか、やってきましたが、バイク、オートバイ、単車って書いてあります。ここですね。なんでこれ単車、オートバイ、バイクなんでしょうね。なんか違いがあるのかな。とにかく食堂に行きます。これか。メニューが海鮮ばっかりなのは覚悟していましたが、ここはウニが名物みたいですね。僕はウニは苦手なので、お魚の刺身定食にしました。こちらが腹ほげ食堂の魚刺身定食です。お値段は1300円。お値段も割と手頃で、美味しいお刺身が食べられます。何より美味しかったのはこの青さのお吸い物です。この青さがめちゃめちゃ美味しかったですね。おつゆが美味しいんだと思いますけど、なんかちょっと甘いんですよね。さてさて、食堂でご飯を食べましたが、じゃあちょっと腹ほげ地蔵を一応見に行きましょうか。どれなんだろう。なんかね、海の中にお地蔵さんがある写真が店内に飾ってあったんで、多分それですけどね。あれがさっきうろうろしていた青島ですね。で、あっちにお地蔵さんがあるみたいですけど、こっちのね、右手を見ると玄武岩ですね。真っ黒な岩がこうありますけど、これ玄武岩ですよ。えらい綺麗にしてありますね、下がね。へー、腹ほげって言ってあんまり見えませんけどね。あ、これさ、これ玄武岩かな。このお地蔵さん本体が玄武岩でしょうね。へー、なるほど。この6体のお地蔵さんがいるんですね。腹ほげがよくわかんないけどね。確かにこれほげてそうですね。ちょっとこの前掛けを取るのは失礼でしょうから、このままにしておきますが、腹がほげてるらしいです。あ、でもちょっといいお天気になってきましたね。よかったよかった。ちょっと青空が見える。さあ、じゃあ今度こそ左京花に行きましょうかね。一応昼ご飯食べちゃいましたけど、左京花に行きましょう。じゃあ腹ほげ食堂でした。ここから左京花に行きましょうかね。そこは玄武岩の柱状節理が見られます。ようやく地形ですね。次が、さてここで右ですかね。すごい道ですねこれ。おお、でもすごいね。あ、いいですねこれ。この八幡半島の先端にあるのが、あれが左京花なんですけど、すごいすごい。玄武岩がよく見えますよ。柱状節理ですね。玄武岩の柱状節理。素晴らしい。あ、中にはね、堆積岩が今見えましたよね。茶色いのがあって、その外側に黒い玄武岩があるんですよ。あー、すごいすごい。すごいすごい。あれ柱状節理ですよ。おお、はい、左京花です。おお、これは素晴らしいんじゃないですか。へえ、あ、いいですね。おお、いや、いいですね。あんまりここにずっと止めておくわけにもいかんから、バイクを動かしますが、あ、いいですね。ということで左京花にやってきました。左京花ね、これ玄武岩ですけど、玄武岩の柱状節理ですね。おー、いいですね。
ちょっと向こうに行ってみましょうか。岬があっちなんでね。左京花、左京花の言われは切り立った石があるので石橋、石橋と書いて石橋と読むんですね。石橋から出た言葉ともされるが、雨乞いをした後藤左京の名であるとも伝えられている。どうなんでしょうね、由来はよくわからんってことですね。石橋が左京になったってことですね。左京花です。いやいいですね、玄武岩の柱状節理。ああ素晴らしい。いや天気が良くなってよかったな。ここでもいいとこですね、本当に。あそこが崖になってるんですね。ここ崖になってるんですが、柵も何もないんですけどね。これどうなってんのこれ。崖です、マジで崖ですよ。だから こっちが海食街ですね。方向的には北があっちなんですけど、まあ、北から季節風が来るので波がね、冬の間とかここすごいと思います。でその波によって削られるので、ここが崖になっているのを海食街と言います。わあすごいすごい、いっぱい玄武岩がね。いいですね、玄武岩ですよ。おー、こうやって波に削られるわけですね。しかしこれすごいですね、なんかもう崖があるのに柵もなくほったらかしみたいな感じがいいですね。へえ、ああいいね、玄武岩がいっぱい見えますよ。ああすごいすごい、すごいですね、波がね。おお、波がきついです。まあ、あっちが岬ですかね。でこういう風にこうやって寄っていくと分かるんですけど、こうやって縦方向に割れ目がありますが、これを柱状節理と言います。おわあすごいな、すごいですね。あそこに神社があります、ちっちゃい神社がね。わあ、あこっちもすごい。おお、これはすごいね。これもだから海食街ですね、波によって削られて崖になってる。左京花龍神、龍神様がいるんですね。なるほど、この向こうにまだあるんですね。あ、なんか鳥がいる。あれ鳥の糞で白くなってるんですね。あそこに神社があって、こっちの方が分かりやすいですね。縦方向の割れ目、これが柱状節理です。この上の方から冷やされたんですね。冷却面がこうあって、縦方向にこう冷やされて割れ目ができてるんですね。柱状節理のでき方については YouTube で柱状節理って何と調べてください。多分僕の動画が出てくるはずです。いやーこれは素晴らしいですよ、素晴らしくないですかこれ。いやーいいねー、天気良くなって良かったです。あー柱状節理ね、すごいすごい。じゃあ左京花でした。次はね、長者丸の化石層っていうのがあるんですね。化石がいっぱい見つかる地層がこのちょっと南にあるんで、ちょっとそっちに行ってみましょうかね。じゃあそっちに行ってみましょう。あ、いいとこですねこれ。もうこの左が海食街なんですよね。もうそろそろですよね、この辺なんですけど、目的地は左側です。お疲れ様でしたって、こう崖から降りろってことかなこれどうしたらいいんだろう、まあ、とりあえずここ幅が広いから止めてても邪魔にはならんと思うけど、駐車禁止でもないしね。まあ、一旦ちょっと止めますか。あ、なんかそっから降りていけそうですね。降りていけるかなと思ったんですけど、道が果ててなくなってますね。こりゃいけないよ。あったあった、どうやらここから降りていけるみたいなんですね。まあ、ちょっとさっきあそこに止めちゃいましたけど、こっから降りていけるみたいなので降りていきましょう。で、あそこから降りてきたんですけど、なんだこれ、魚霊の日って書いてある。魚の霊、魚霊の日って何でしょうね。特に何も言われは書かれていませんが、五円玉がいっぱい置いてある。でこの藪を漕いでいくと、これすごいなこれ。あ、一応海辺に出ていけそうですね。ほら海辺に出てこれましたよ。まあ汚いなゴミだらけですね。なんかハングルが書いてあるので韓国のでしょうね。あれ多分あれですね、堆積岩というか砂岩泥岩5層ですね。だからこの壱岐の島の、ベースにあるのがあの砂岩泥岩5層なんですけど、ああいう堆積岩では化石が見つかったりするんですね。あ、なるほど、
あ、ほらほら、あそこに堆積岩が見えますよね。上が、この上が玄武岩ですね。上が玄武岩で、この下の方にあるこれが堆積岩です。わー、なるほど、ここから化石が見つかるわけですね。これは綺麗な堆積岩ですね。もう堆積した跡がよく見えます。で、こっちなんかすごいですね。なんか変な模様があるんですよ。なんだこれって感じですね。これはすごいですね。なんだこれ、まあ、化石がこういうところから見つかるということで、ここが化石層と言われているわけですね。これなんか面白いな、まあ、こんななんですよ。なんか気持ち悪いですけどね。面白いですね。これだから3層ありますよ。この上の、まあ、これ玄武岩かな、堆積岩で、間になんかね黒いのがあるんですね。これ泥岩かわかんないですけど、ちょっと間にこう違う弱いのがありますね。多分上が残っているんで、この下の黒い方がちょっと弱いんですよ。泥岩じゃないかな。泥岩があって、砂岩があって、また下が砂岩になってますね。面白いですね。まあ、これはあの右側から海がね削ってきて、ここが海食街になっていることで、この地層が出てきてるわけですね。まあ、とりあえず八幡半島はこのぐらいにしときましょうか。じゃあ次はもうちょっと北の方の赤崎花に行こうと思います。ということで、長者丸の、化石層でした。さあ、じゃあこの八幡半島は後にして、次は壱岐の北東ですかね。壱岐の北東にある、赤瀬花に行きます。こちらはあの火山砕屑物が見れるらしいので、なんかね結構行きにくいらしいんですけどね。やっぱり海辺がね、地層とか見えやすいから、どうしても海辺沿いになってしまいがちですけど、ここはあの八幡浦といって、壱岐の地名ってね必ずなんとか浦かなんとか触れなんですよね。で、浦っていうのが、漁村ですね。漁村のこういう人口密集地域が浦と言われます。これなんか江戸時代ぐらいにこういう風になったらしいですけど、こういう浦にだけ人がいっぱい集まってるんですよね。で、それ以外の船というところは農村なんですけど、その農村地帯は、三居村、人がバラバラに住んでいます。まあ、この三居村になった理由にはいろいろ理由があるらしいんですけど、農業する上でも自分の家の周りに農地があった方がいいので、家ばっかり固まってるとね、農地まで出かけていかないといけないの、それをなるべく減らすために、家の周りに農地をこう作るために家がバラバラにあるというね。あとは藩としては一揆とかね、みんなで企むのを防ぐと、一揆を企まれるのを防ぐために、人をバラバラに住ませて、まあ、話し合いをしにくくさせるわけですね。清石浜、へえ、そういう浜辺があるんですね。ちょっとこの島では珍しいと思いますよ。だってね、基本的には玄武岩がわんさかあるわけだから黒いはずが。あ、クヨシ浜って読むんですか。清石って書いてクヨシ。あ、でもあそこはあれだな、堆積岩が見えてるから、あの堆積岩が崩れて砂浜ができたのかな。この辺が足部の市街地ですね。この辺は町がね密集してますけど、ここもつまり裏ということです。裏、確かね足部から博多行きのフェリーとかも出てますよね。クジラの墓なんすか、クジラの墓って。クジラの墓、お、クジラの墓右って書いてある。ちょっと見に行ってみるか、クジラの墓。こうやって寄り道するからね、時間がなくなるんですよね。なんかこれ大丈夫なんか、この道。クジラの墓なんですかねこれは。まあ、一応あそこになんか説明書きがあるので、ちょっと行ってみましょうか。何何、クジラ供養塔、玄界灘はクジラがたくさん取れたようである。明王か、明王の頃に紀州熊野の日高吉也が来島し、クジラ組を置いた。クジラ組って何ですかね。また寛永の頃には以前大村の深沢義太夫もこの地にクジラ組を置いた。クジラ組って何。この他にも行きつきのマストミ、勝本の土肥、瀬戸の布屋、足部の篠崎、郷の浦の貝など多くのクジラ組が明治まで置かれ、港は活況を呈した。最初は矛、矛、なんていうのこれ、矛の子島で、矛の子島で捕獲していたが、漁法が進み網が用いられるようになると漁獲頭数も段と増した。捕鯨の政治にはクジラ供養が毎年行われ、各地に供養塔が作られたようである。
現在残っているのは本島だけである。塔の高さ240センチメートル。へえ。でこれがクジラ供養塔ですか。へえ、全国にこんなのがいっぱいあったんですね。あ、なんかさっきの名前が書いてありますね。あのクジラ組の組長の名前ですか。さっきの何でしたっけ、篠崎好み布屋土肥、あとなんだっけ、これ読めないな、何でしたっけ、まあ、さっきの、読み上げた方の名前ですね。いや、こんな綺麗なお花がね、毎日買いに来てるのかなと思ったら造花でした。なんだ、造花か、造花です。いや、でもこれめっちゃリアルですね。なんか造花とは、ちょっと一目では造花とわからないぐらいリアルですね。まあ、そんなことに感心してる場合ではないんですけど。ということで、クジラの墓でした。なぜかね、クジラの墓と思ったら、まあ本当に真面目にクジラの墓でしたね。さあさあ、こんな寄り道ばっかりしているから時間がなくなるんですけど、赤瀬花に行きましょうね。赤瀬花もうこっからあと8分ですか。多分ね、こっから降りていかなきゃいけないんでしょうけど、うこれ右に、あ、右に看板がある、こっちですね。あ、ここはもう駐車場か。おー、海が見える。で、あそこにバイクを止めましたけど、こっちね、これが赤瀬花って看板があって、ここから降りていけるようになっています。階段でね。獣道ですね、これ。すごいな、これ。え？どっちに行くの、これ。なんかこっちっぽいなと思ってきたんですけど、なんだこれ。ここにまた、こういう道をね、歩いてきて、ここにまた、なんか駐車場というか、車を置けそうなのがあって、さらに下に行けますね。なんだこれ。あ、海がね、見えますね。もう舗装も終わりましたね。お、なんだこれ。なんか八大龍神って書いてあります。なんなんだろうこれ。すごいですね。へえ、祠があります。で、その祠の上を恐れながらこう見させていただくと、この辺やっぱり玄武岩なんですけど、ここは柱状節理になってないんですよね、あんまりね。こういうこう、岬があるわけですね。さて、それであちらの神社のこの右手ですね。こっちは、どうなってるんだこれ、道が。え？もう道終わってますね。うわー、すごいな、これ。これも方角が、こちらが北なんですけど、北というか、まあ北はね、どっちかというとこっちですね。なので、こちらも冬は季節風がこう吹きつけるんですね。なので、ここはもう木すら生えないんですね。もう木も生えられなくて、こんな状態ですよ、木が。風にこう吹かれて、木がまっすぐ生えられないんですね。これは純粋な溶岩ではないんですよね。火山砕屑物って言って、火山から飛んできたものが固まったようなものですね。固まった溶岩がないのがわかると思いますけどね。こうやって火山から飛んできたものが固まったもの。それを火山砕屑物と言います。この、赤瀬花はそういう火山砕屑物ですね。暑いね。天気が良くなってきて。まあいいことですよ、天気いいのは。さて次は、壱岐の土台石を見に行きます。さてさて、これも裏の一つですね、勝本です。ここ急に人口密集地に来るんですね。これ裏ですよ、裏、勝本裏と書いてありますが、そういう地名なんですね。壱岐でこういう人口密集地が見られるのはこの、裏だけです。裏以外ではね、人口を密集させることは少なくとも江戸時代までは禁じられていましたからね。さて、それでこの辺りは地質的にですね、実は玄武岩が表面に出てきていない場所なんですね。壱岐の元々の地質が見られるんですよ。堆積岩ですね。堆積岩を見ることができます。どこだっけなぁ、もうこの辺だと思うんだけど、あれだあれだ、正面に見えますよね。ほらほら、明らかに違うでしょう、この辺の岩。あれ、地層が見えるんですよ、地層が。これも地層ですね。おおおお、これすごいぞ。どうしよう、これ。これ、どこに止めようかな。これですよ、これ。どこに止めようかな。ああ、すごいぞ、これ。壱岐の土台、どこかで U ターンしてきて、ちょっと止めますね。あ、これ、ここにしよう。ここに止めよう。ここに止めます。
これですよ、これこれ。で、そこにバイクを止めましたが、ほらほらこれ、堆積岩ですよ。すごいでしょこれ。まあこういう細かいのがね、あ、ほらほら割れましたけど、これこれ堆積岩です。これはこれは泥岩、これ砂岩かなどっちかな、これが砂岩でこれが泥岩かな。ここ灰色でしょ、ここが灰色、ここ茶色になります。でここがまた灰色になってるんですね。でここがまた茶色で、ここがまた灰色、茶色、灰色みたいな感じでこう積み重なってるんですね。いやーこれはすごいですね。こうやってこう層が見えますけど、こういう地層なんですね。でここに説明書きがあるんですけど、壱岐の土台石、この島の至る所に露出している板を重ねたような岩は、これ何これ、マガン、泥岩ですね。泥岩と砂岩が重なっていて、今からおよそ2000数百万年前推定で堆積してできたものです。勝本層と呼ばれています。この地層は地下何メートルぐらいまで続くかまだ不明ですが、表面が玄武岩で覆われている壱岐の島も地下深くではこの地層になっていて、文字通り壱岐の土台石となっています。壱岐の島は全体的にこういう砂岩泥岩5層があって、その上に玄武岩が噴火してきたのが壱岐の島です。いやーでもこれ見事ですね、本当にすごいすごい。もうこんな感じで明らかにね、堆積した跡が分かりますよね。泥岩でこういうあの平行に割れやすいのを結岩と言ったりもしますが、その結岩ですかね、さっき魔岩かなと、 なんだろう誠っていう字かと思ったら、多分結岩じゃないかな、結岩だと思います。なんでこの砂岩と結岩、まあ要は泥岩ですけど、がこうやって交互に積み重なっているのが壱岐の土台石です。こっちの砂岩泥岩の5層もすごいんですけど、あっちもすごいですね。あれも地層が見えますね。おちょうど 日が差してきましたけど、あれはすごいな。まあ、これも堆積岩なんですね。これ上を見るとなかなか怖いんですけど、こうやって下を見るとね、ほら落ちてきてるんですね。すごいなこれ、こういうサイズ感のが、これやばいですよ落ちてきたら。これは泥岩かな、こうやってやっぱり堆積してますよね。いやーこれかっこいいですね、いいですね。まあこういう感じなんですね。もう今地べたスレスレから撮ってますけど、壱岐の土台石でした。じゃあ次は西側に回っていきましょうね。はい、じゃあ西に回っていきましょう。では土台石ね、これはいいね、これはねすごいですよ。こんなにはっきり見えるのはなかなかないと思います。今から次は西側ですね。西側はですね、猿岩っていう有名なのがあります。言ってしまえば柱状節理でおしまいなんですけど、確かにあれはなんか確かに猿に見えるなって感じの猿岩ですね。国道382号です。これで南の方にね進んでいきます。で今日の夜は引導寺港の近くに宿を取ったので、引導寺港まで行かないといけないんですね。ここで右か、右ですね、猿岩に行きます。猿岩まではあと15分で着くみたいです。結構ね何もかもが近くていいですよ。ということで猿岩にやってきました。あれね、確かに猿に見えますよね。でこれは縦方向に筋が入っていますが、これは柱状節理ですね。これ玄武岩かな、なんか龍門岩っぽいけど、ちょっと白っぽい岩ですね。でも明らかに縦方向の筋があります。あちらから今歩いてきたんですけども、もう 2,3 分ですね。そしたらこんな草原があるんですね。これはすごいですね。であそこに猿岩があるんですけど、角度が変わっても確かになんか顔みたいに見えますよね。さあそれで猿岩の正面ぐらいにやってきたのかな。さっきのあの駐車場があそこにあるんですけど、要はあそこから見ると一番猿っぽく見えるんですね。でちょっと違うところというか、違う角度から見るとどうなるかって話ですけど、こんな風に猿の正面に来れるんですね。おあれすごいぞ。なんでくぼんでるのかっていうと、てかくぼんでるところがどうなってるかというと、まあつまりああなるほどね、猿のこう目と鼻と口ですね、これで猿の顔みたいに見えるんですけど、あの口のところ見てもらうと、ほら穴がポツポツ開いてるでしょ、この中。
これは水蒸気とかが抜けた後ですね。中はああやってボコボコになってるんですよ。水蒸気とかガスとかが抜けた後ですね、まあ、軽石みたいな構造になってるわけです。ここまたすごいですよ。下何のこう手すりもないけど崖ですから、これもまた落っこちたら死にますからね。これすごいな。へえ。まあともかくこれが柱状節理があるのはわかると思います。猿岩のね、猿の顔のところはなんかでかい塊の岩になってますね。ここね、でかい塊の岩になっていて、この下が柱状節理です。あの下はどう見ても玄武岩ですね。これ玄武岩です。この手前のはねちょっと白いんで玄武岩ではないかな。なんか流紋岩みたいに見えます、こっち側がね。まあただこの下は玄武岩ですね。これは玄武岩です。よいしょ。ということで猿岩でした。なかなかね、なかなか面白いというか、そういう構造ねって感じですね。軽石みたいな構造になってるんですね。だからちょっと弱いのかもしれない。それでその弱い部分が崩れて目とか鼻とか口みたいな形になってると。さてじゃあこの岬をちょっとぐるーっと回って、で次は海食堂を見に行きましょう。さっきのは地形的に言うと海食街ということになりますね。崖です。で次は海食堂なので崖じゃなくって崩れてホラー穴みたいな形になってるのが海食堂です。なんだっけ、鬼の洞窟じゃなくて、名前忘れたわ。20分で行きます。まあそんなに遠くないね。じゃあ次もう一個の岬までね、ワープしたいと思います。ワープ。お、息ってこんな感じのとこが多いんですね。あの草原が広がってね、まあ、あの溶岩大地ですからね。これは確かにゴルフの練習をしたくなりますが、公園内でのゴルフ練習は禁止いたしますと書いてあります。なんだあれ、転落注意。どう転落するんだ。 あそこ結構遠いですけどね。鬼の足跡にやってきました。壱岐対馬国定公園鬼の足跡。どれが鬼の足跡なの。 これお、すごいすごい。これはすごいね。ちょっと柱状節理が割れてますねって感じでもないか。まあしかしこれは見事ですね。転落注意ってこういうことか。これすごいですね。玄武岩ですね。玄武岩。こっちはね、玄武岩じゃないですね。これなんだろう。これなんか堆積岩っぽいですけどね、説明がないんで分かんないですね。まあ、少なくともあれは玄武岩です、間違いなく。あれは玄武岩だから、玄武岩がああやってこう削り取られてるわけですね、波によって。これが鬼の足跡ですね。まあこれ足跡じゃないけどね、足跡、鬼の足跡があって、反対側を見るとこの通りやっぱり玄武岩です。真っ黒ですね。すごいな、これ。こんな具合でずっと玄武岩があります。すごいね。でここがすごいんですけどね、またこれ分かります。これさっきのね、鬼の足跡がここに。怖めっちゃ怖。分かります。これもうほら、カメラこうやらこういう状況ですよ。ここに穴があるわけですね、ここにね。これカメラを落としたら本当に普通に落ちていってしまいますよ、これ。怖っ。ほら、こういう状況ですよ。これやばくないですかね。マジで転落注意ですけど。でその上を普通に歩いていけるわけです。すごくないですか、これ。いや、さっきあっちから見てたわけですね。これ大丈夫なのか。あっちから見てたわけですけど、ここがそのさっきのね、洞窟の真上なんですね。であっちがまた海になるわけです。これ怖っこれめっちゃ怖いんですけど、大丈夫これ。まあね、こういうとこがあるんですね。すごいな。これも落っこちたら死にますからね、本当に。即死ですよ、これ落ちたら。見えるかな。まあこういうことですよ。すごいよねこれ。いや、しかしここに転落注意と書かれてもね、わからないですよね。書くべきはここだと思いますけどね、ここ。でもここに置くと景色の邪魔になるのか。でさっき歩いてきたのがここですね。この上を普通に歩いていけるんですね。
めちゃめちゃ怖いけど。柵もなんもないですからね。まあ本当に転落注意ですね。ここはでもすごいおすすめできる場所だとは思います。ここからね、突き落としたら火曜サスペンス劇場が始まっちゃいますからね。そして誰もいないからこんな言いたい放題できるんですよね。いや、いいことだ。いいのかな。あんまり良くないような気もするけど。さあ、とりあえず地形的に面白いとこは結構回れたんじゃないかなと思います。時間も時間なので、どうしようかな。一応竹の辻を通って今日の宿に行きましょうか。鬼の足跡でした。これはすごかったな。海食堂ね。さて、それでは。竹の辻といって、これね、なんか壱岐ではまた不思議なことに山のことをなんとかの辻って言うんですよね。とりあえずその竹の辻に行きます。竹の辻展望台を通って、引導寺港に行きます。この辺は郷の浦の、まあ、あれですかね。町の中ですかね。ここを左。本町。錆びれとんな。多分でも、壱岐で一番の都会じゃないですかね。郷の浦か。すごい、でも山がちな地形ですね、ここは。めちゃめちゃなんかすごい斜面に密集してます、家が。ここすごいなぁ。すごい坂ですね、これ。郷の浦はこの、竹の辻の真下にあるってことか。それであんな急なね、すんごい斜面に家が密集することになってるんですね。竹の辻も、壱岐の島で最高峰とは言っても高さが標高210メートルぐらいでしたかね。あれですね、多分あれが、竹の辻ですね。もうでもあんまり遠くないですね。あっという間に登れてしまう。おお、これでも景色良さそうだな。これが駐車場か。おお、これすごいね。おお、これはいいぞ。ということで、あそこにバイクを止めましたが、ここはまあ竹の辻の頂上に近い、展望台ですね。あっちに見えるのが郷の浦港です。あの橋の向こうが港らしいですね。あれフェリーだ。フェリーが止まってますね。中央展望台まで、340メートルか。340メートルならまあ行ってみます？おぉ、なるほど。頂上。電波塔があるんですね。こっちが展望台か。はあ、すごいな。ああ、すごいな。おお。これはすごいな。今これは、こっちが西ですかね。まあ、太陽がどこにあるのかよくわかんないけど。どこにあるんですかね、太陽。とりあえず、こんな感じなんですね。あー、すごいなー。へー、こんな風に見えるんですね。へー、あ、なるほど。壱岐の島が一望できるんですね。へー、これ立派な塔ですね。これはやっぱテレビ塔みたいで NHK ですね、これはね。やっぱり山頂にはそういうのがあるんでしょうけど。まあでもここの山あんま高くないですけどね。ここ電波塔だらけですね。あっちにも電波塔があった。すごいですね。へえ、壱岐でも高いところってここしかないからですね。さあ、もう日が暮れてきましたんで、宿に向かいましょうか。まあ、なかなかいいところですよ。じゃあ、引導寺港に行って、明日はね、ちょっと、島の南部はあんまり回れなかったから、まあちょっと南部をうろうろして帰りましょうかね、明日はね。お、これ引導寺港じゃないですか、多分。引導寺港。あれがフェリーターミナルね。あれがフェリーターミナルで、今日泊まるのはこの旅館入庁舎です。昔ながらのビジネス旅館という感じですね。ではちょっと宿を出て、あっちがね、引導寺港なんですね。今時間は6時45分ですけど、引導寺のあたりで居酒屋かなんかでちょっと食べましょうかね。ちょっと町まで遠いですね。町があの辺です。あのオレンジの明かりがついてるとこ、これが今引導寺の町といえばいいのかな。まあしかし人がいませんね。あそこにラーメン屋があるな。ラーメンにするか。ラーメンね。じゃあちょっとラーメンにしようか。これね、ラーメンなぎさか。まあラーメンやったらそんな高くならんでしょ。ラーメンと餃子とビールぐらいかな。一日疲れた後のビールは格別ですよね。
それからラーメンの方には壱岐の特産の青さを入れてもらいました。豚骨に青さって合うかなってちょっと不安でしたけど美味しかったですね。あとは餃子ですね。大変美味しかったです。美味しかったね、あそこのラーメン美味しかった。はい、ということで帰ります。ここは石田町の印道寺浦です。この、ね、浦って最後につくのが要はあの漁村 の8個しかないんですよね、浦ってつく地名はね。でその8個のうちの1つがここなんですね。この通りこう人口密集地になっているのは裏だけなんですけど。さあじゃあ旅館に帰って風呂入って寝ますか。まあ真っ暗ですけどね。こんなに暗くないですよ、肉眼ではもうちょっと見えますけど。いやしかしね、空が黒いんですね。何を当たり前なことを言ってるんだって感じですけど、これ都会だったらもっと空がねなんかぼんやり明るいんですけどね。では寝ましょうかね。明日早起きして早めに回ってね、早い便で帰らないと。また船に乗れなかったら困るんでね。まあそういうことで、はい、おやすみなさい。じゃあまた明日。で、翌朝の朝7時ですね。旅館の朝食付きです。こういうのが美味しいんですよね。生き生き納豆、いいね。はい、じゃあ行きましょう。印道寺港ですね。あそこが印道寺港で。昨日泊まっていた旅館ニュー長州です。で今日は天気がまあまあいいのでちょっと展望台をリベンジして帰りましょうか。お、あそこの階段から上がれますね。じゃあここに止めとこう。うん、ということで昨日も来ましたけどまた来ましたよ。さあ今日はどんな眺めなんでしょうか。2日連続で来るとはね。いやー春ですね。あーこれは昨日より絶対いい景色だな。おーで昨日気がつかなかったんですけどこっちにねもう一段上がれる階段がありますね。そうこれ上に上がれたんだ。昨日気がつかなかったな。おおすごいすごい。あもう一段上がると全然違いますね。また景色がね、あっちも見えますよ。あそこに郷の浦港が一段上がると見えますね。郷の浦港が見えます。よいしょ。まあやっぱり展望台は天気がいい時に来た方がいいですね。次はね島の南側のハゼの岩脈というところに行きましょうか。そこに行くと玄武岩と龍門岩のね壱岐の島の歴史が一目で見てわかる場所です。今島の南側に回ってきてまた急な崖を降りていってますね。あそこに看板がありますね。ハゼの岩脈左と書いてある。ここか 100m 先って。これなんだ、鏡岳神社っていうのがある。いや、ここちょっと止めとくか、ここに。まあ神社も気になるんですが、こっちだな。ハゼの岩脈こっちって、なんか普通に一般の家しかないんですけどね。こんな家の前を通っていいのかな。あまり大声で喋って通るのは良くないですから、ちょっと小声で行きますけどね。これだって普通にどう見ても、普通に家じゃないですか、これ。いいのこれ。あ、でもいいのかな。あでもこの階段は確かに一般宅ではないなって感じですね。あらあら菜の花が綺麗ですね。ということで天然記念物ハゼの岩脈です。これですね、これがハゼの岩脈です。すごいでしょこれ。海食貝ですね。これ波によって削られた海食貝です。いやーこれすごいですね。こうやって下に降りていけるんですね。ハゼの岩脈の真下まで降りてこれます。これが龍門岩ですね。龍門岩、あーでもこれ龍門岩つーかなんか層が見えますね。これはすごいですね。水が引くときにねすごい勢いでなんか岩がゴロゴロ言うんですね。へえ、こうやって石が丸くなっていくんですね。すごいですよ、なんかガラ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 って言って。で、これが龍門岩、これちょうど境目ですよ。だからこれが玄武岩でこれが龍門岩です。この境目のとこまで来れるのが面白いですね。つまりこれが龍門岩でこちらが玄武岩です。まあ、こういうサイズ感ですね。わあ面白いな、これ境目が見えます。これでも結構怖いですよ、上にいるとね。このハゼの岩脈はめちゃめちゃおすすめですね。ほら玄武岩がこんなにすごいですね。これ玄武岩が落ちてたんですけど、こう裏見るとねこんななんですよ。これガスとか水蒸気が抜けた後でスカスカになってますね。
めっちゃ軽いんですよこれ。もうあのめっちゃ軽い、まあ軽いの分かるでしょこの見た感じから。いやーここめちゃめちゃいいですよ。あそこにはね龍門岩のあっちもガスが抜けた跡が見えますね。この辺りがそうですけど、でこの右の方に目をやると玄武岩があるんですけど、これ玄武岩ですね。ここは柱状節理でしょうね。あの規則的にこうゴツゴツしてますけど、この辺は柱状節理だと思います。ここ面白いですね。ここめちゃめちゃいいですよ。ここハゼの岩脈、これぜひちょっと来てください。ハゼの岩脈はめちゃめちゃおすすめですね。お、なんかこれ説明ガイドがある。ようこそ伊勢。ここはハゼの岩脈です。この岩脈は地下のマグマが噴火直前に地中で固まった状態を直接見ることができる地質学上非常に貴重なものです。ああこれなるほど、地上に噴出する前なんだ。高さ41メートルの白い龍門岩の間を、うん、幅11メートルの黒い玄武岩が下から突き上げるように成長している様子や、うんうん、熱により変成した龍門岩を見ることができます。あ、なるほど、熱で変成してるんだ。以上、縦の岩脈をご案内いたしました。もうちょっと説明してよ。お待ち申し上げます。それだけ鏡岳神社っていうのがまたここも不思議ですね。これすごくないですか。てか妖拝所っていうのがあるんだ。本殿は相当向こうにあるんでしょうね。これ多分ね相当上にありますよ。これ見て、左右のこれ堆積岩ですよね。この岩はで、この堆積岩の真ん中にこうやって延々と階段があるんですね。こりゃすごいですよ。ハゼの岩脈でした。あれね、すごいね。ここは素晴らしいと思いますよ。さあ、では次はあのイルカバナといってね、あの南の端っこの岬があるので、ちょっとそれを見て、豪の浦港に行きましょうか。フェリーに乗りたいなぁ。おー、菜の花が綺麗だなぁ。で、イルカバナっていうその南側の岬が、この辺りなんだけど、目的地周辺に到着しました。お疲れ様でした。あ、なんかここを止めれるのかな？イルカバナ。ここか。うん。車両進入禁止。まあ、じゃあこの辺に止めときましょうか。はい。おー、菜の花が綺麗だね。いや、海がね、綺麗ですよ。さてさて。で、ここにバイク止めてますけど、ハゼイルカバナ。まあ、南側の、岬ですね。なんか壱岐ってこういう草原が多いですよね。こう海が一瞬見えるんですね。でここは左右をこう木に囲まれて、なんかねトトロみたいな感じですよ。お、あなんかすごくいいとこに出てきましたね。うわーすごい、またこれもいいとこですね。へえ、わー灯台ですね。イルカバナ灯台かな。でこっちにまた不思議なのがあってね、雲遊省用地って書いてあります。雲遊省なんですね。もう今雲遊省ってないですよね。多分国土交通省になってるのかな。こっちにもあります、雲遊省用地。よほど念入りですね。多分あっちにもありますもんね、あれ。まあここは雲遊省の用地だぞということをこうすごい主張してますけど、でこの下を見るとこの通り、またこれも玄武岩ですね。玄武岩がこうやって頭を出しています。これも玄武岩、つまりまあこのイルカバナも玄武岩ってことですね。であそこに灯台があって、結構ねこの草地をうろうろできるんですね。ほらほら玄武岩が見えますよ。こっち側はまたなんか玄武岩じゃないですね。これなんだろう、なんか龍門岩かな。でもなんか向こうとは明らかに違う岩がありますね。ちょっと青っぽい色をしています。でこっちはまた玄武岩ですね。この辺がちょうど南の端っこでしょうから、この辺がイルカバナってことになるのかな。この半島全体がこうイルカの花みたいな形をしてるから、イルカバナっていう名前がついたという話もあります。いやーとにかく素晴らしいですねこの眺め。いやーここいいですよ。でこっち見るとこの通り灯台があってね、あイルカバナめちゃめちゃいいとこですね。まあ、今から博多方面、博多方面があっちですけど、博多方面に帰るフェリーにちょっと乗れるかどうかね、フェリー乗り場に行ってみようと思います。これ夏に来たらまたここ青々とね草が茂ってまた綺麗でしょうね。でね、今からフェリーに11時15分発のに乗ろうと思っとったんですが、
これね、ゴーノーラ発じゃなくって足火発でしたね。これは時間の余裕が全くないというか、もうどうなんだろう、乗れるかどうか知らんというか、もう多分乗れないだろうなという体で、とりあえずでも足火港に行ってみましょう。行ってみないとね、これ乗れるか乗れないかがわからないので。今時間が10時10分かな、今から25分ぐらいかかるということなんで、10時40分ぐらいにそのフェリー乗り場に着いて、11時15分発ですから、もう出港の40分前とかそのぐらいに着くわけで、多分厳しいんじゃないかな。もう乗りたい人は多分みんな来てるでしょうから、まあとりあえずでも博多行きに乗れたら乗りたいんですよね。唐津に行くよりそっちの方が楽ですからね。なのでちょっと今から足部港に向かいます。いや、完全に郷の浦だと思ってちょっと油断してましたね。足部港ターミナルビル、ここかな、ここを右に行けばいいのかな。この斜めの車線はバイク用ってことかなと解釈して、ここに止めさせてもらおう。なんだあの銅像は。とりあえずちょっとチケット買わないとね。ギリギリ買えた。ああ、よかったよかった。足部港ですね、足部港出発の分がギリギリ買えました。で、後ろを見るとなんかこれなんだろう、元寇の時の日ですか、小児助時っていう武士ですかね、元寇の時に活躍した武士らしい。騎乗の若武者に寄せて、時は弘安4年5月21日、若干19歳、これ若干っていうのを19歳に使うのは間違いだと思いますけどね、壱岐の神、壱岐守護大小児助時は、いわゆる元寇弘安の壱岐で、運河のごとき元軍をここ瀬戸に迎え撃ち、敵の獣医の中、力戦奮闘したが、ついに矢つき刃折れ、老頭百余騎とともに壮烈な最後を遂げた。それから720年その勇士今ここに蘇る。お土産を買いましたけど、これなんかユリワカっていう武士がいて、その武士が鬼退治をしたら、その鬼の首が何この兜の上に乗っかってこうなったらしいですね。で、壱岐ではそういうなんかこのユリワカの顔の形をしたタコを飛ばすらしい。これがユリワカって言うんですね。で、この焼酎ね。はいはい、ではあっさり一応の切符を取れましたからね。どこかな、待機場所ここかな、ここで待っとくことになるのか。あれか、あれが対馬から来たんですね。あれが博多行きのフェリーです。帰りの博多行きのフェリーは対馬の伊豆原からここ壱岐の足部を経由する便になります。フェリー筑紫という船ですが、これだけ大きな船が結構なスピードで接近してくるので迫力がありますね。あっという間に接岸しました。手際がいいですね。こちらもすぐ乗船できるようにヘルメットをかぶって待機します。トラックが続々と乗り降りしていますが、海運が壱岐の物流を担っているということがよくわかります。トラックの乗船が済んだ後に自転車とバイクが乗船です。こんな真ん中に止めるんですね、ちょっと意外でした。まあそこに止めましたが、じゃあ客室に行きましょうかね。これね、客室、唐津東から乗ったのよりかなりでかいですね。船に乗り込むや否やすぐに出港です。見送りをする人がたくさん来ていて、離島ならではの光景ですね。ということで長崎県の壱岐の島、いや本当に魅力がいっぱいの島でした。それではまた今度、今回はすごい長い動画でしたけど、最後までありがとうございました。